皆さんこんにちは。元ビートルズのジョン・レノンの妻として世界的に最も名前を知られている日本人女性である小野洋子さん。前衛芸術家で反戦活動家としても知られています。今回は洋子さんについて、ジョン・レノンは再婚相手だったという情報、配偶者として名前が挙がるアンソニー・コックス、一柳敏さんの詳細を見ていきましょう。また小野洋子さんの現在についてもご紹介していきたいと思います。まずは小野洋子さんのプロフィールをご紹介します。本名洋子小野レノン、出生名小野洋子、生年月日1933年2月18日、身長157センチメートル、出身地東京都、最終学歴学習院大学文学部哲学科中退、サラ・ローレンス大学中退。まずは洋子さんの配偶者として有名なジョン・レノンは再婚相手なのか見ていきます。音楽、芸術、反戦活動で世界的に名を馳せた伝説の夫婦ともいえるジョン・レノンと洋子さん、しかし2人ともに初婚ではなく再婚でした。ジョン・レノンは洋子さんと出会う前にシンシア・レノンと結婚し、息子のジュリアンを設けています。1966年11月9日ロンドンで開催されていた洋子さんの個展、未完成の絵画とオブジェに面白半分で訪れたレノン。彼が惹かれたのは天井の絵という白い脚立を登り吊り下げられた虫眼鏡で天井の細かい文字を見る作品でした。虫眼鏡で天井を覗いたレノンはイエスという自己肯定感を高めてくれる言葉を発見し感動します。洋子さんはビートルズに興味がありませんでしたが、この出会いをきっかけにレノンと交際を始め3年後に結婚しました。ではレノン以外の配偶者として名前が挙がるアンソニー・コックスとはどんな人物なのでしょうか。1936年または37年生まれのアンソニー・コックスはジャズミュージシャンで映像作家という肩書きがあります。洋子さんは62年から64年の間日本で活動していましたが、自身の前衛芸術は理解されず精神を病んでいました。そんな中でコックスと出会い62年の6月に結婚、63年8月には娘の京子ちゃんコックスさんが誕生し、翌年にはニューヨークで芸術活動を行います。ニューヨークでは彼女の芸術は理解され家庭も持ち充実した生活を送っていたのでしょう。しかし66年ロンドンの個展でレノンと出会い、69年にコックスと離婚。洋子さんは娘の親権を得ようとしたものの娘の方から拒絶され長年交流が途絶えました。自身の不貞によって別れた娘に後ろめたさを感じていた洋子さん、レノンの代表曲ハッピークリスマス War is over でコーラス参加した際、冒頭でハッピークリスマス京子というささやきを入れました。レノンも同じく戦災との息子に向けてハッピークリスマスジュリアンと囁いています。背負った苦しみによって罪を償ったことになるかは分かりません。しかし京子さんは自身の子供に祖母がいないのは不憫と考え、母と再び交流を開始、今では母子というよりも仲の良い友人のような関係という洋子さんと京子さん。2020年には母の誕生会に出席するなど親子の絆を取り戻したようですね。では洋子さんの配偶者として名前が挙がる一柳敏さんとは何者でしょうか。一柳敏さんは洋子さんと同い年で神戸出身のピアニスト作曲家です。チェリストの一柳伸二の息子として若くして音楽の才能を開花させました。青山学院高等部に在学中、毎日音楽コンクールで3年連続入賞を果たし名門ジュリアード音楽院に進学。1956年に洋子さんと結婚しています。つまり洋子さんには3度の結婚歴があり、最初の結婚相手が一柳さんということになりますね。一柳さんとの離婚が62年に成立するまで時間がかかったので2度目の結婚には手間取ったようです。洋子さんにとって最初の結婚生活は貧しいものでした。才能ある前衛音楽家だった一柳さんですが、バーでピアノを弾いて日銭を稼ぐ日々、洋子さんも日本文化を教える仕事やウェイトレスを経験し、
家計を支えました。しかし従順な夫に徐々に欲求不満をぶつけるようになっていき、関係は悪化。芸術家同士の場合、創作と家庭生活を築く行為は両立できないと悟ります。夫は日本で再起を図るため単身ニューヨークを去りました。恋多き女の印象がある陽子さんですが、最初の破局は芸術家同士のぶつかり合いに苦しんだ結果だったのでしょう。最愛のレノンも殺害され、結婚は不幸続きだったと言えるかもしれません。レノンさんのご都合は、前夫のアンソニー・コックスさんとの交流も復活し、連絡を取り合ったり、息子のショーン・レノンやコックスとの娘京子さん、孫にも囲まれ、結果的に幸福を手にしたことは間違いないでしょう。では次に現在の小野陽子さんについてご紹介します。亡き夫の生誕没後何年のメモリアルイヤーにはメディアやイベントに登場していましたが、近年は杖を手に弱々しく歩く姿や車椅子姿が報じられるようになり、体調が芳しくないと報じられています。2023年に90歳を迎えることもあり、心配するファンは多いでしょう。報道によると、陽子さんはレビー小体型認知症という病気を患っているそうで、年齢相応に体力も弱っているとのこと。病名や症状についてはご本人も認識しているそうです。陽子さんは2016年2月にインフルエンザでニューヨークの病院に搬送されていますが、この時は翌日に退院。実弟の小野圭介さんの話では、レビー小体型認知症と分かったのは3、4ヶ月後のことで、おそらく2月の時点で発症していたのではないかということでした。レビー小体型認知症は通称を DLB と言い、名前が示す認知症の一種です。レビー小体という物質が神経細胞にダメージを与えることで認知症の症状が現れる病気とのことです。では次に小野陽子さんとジョン・レノンとの間に生まれた息子について見ていきます。偉大なる父と誕生日を同じくする息子ショーンさんは1975年10月9日生まれ、フルネームはショーン・タロ・オノ・レノンです。1980年12月8日の悲劇の時はまだ5歳でした。銃口は陽子さんにも向けられますが、引き金が引かれることはなく、幸いにも難を逃れます。父の死を告げられたショーンさんは、ママは綺麗だからまた素敵な人と出会えるよと母を元気づけたと伝えられますが、ベッドでは泣きじゃくっていたといいます。夫の死からしばらくは息子と2人で雪原に立っているような思いだったと小野陽子さんは告白しています。今体調が思わしくない陽子さんの傍らに寄り添っているのが息子ショーンさんです。母の誕生日パーティーを毎年企画してきたショーンさんは、陽子さんの87回目の誕生日パーティーで一緒にろうそくの火を吹き消しました。家族をよく知る50年来の友人は、ショーンは陽子の親友と語っています。かつて世界で最も有名なカップルになり、ジョン・レノンの妻としてその名を世界に知らしめた小野陽子さん。華やかな執事がとかく注目されがちですが、今の地位は自らの力で築き上げたものでしょう。夫婦で行った愛と平和の活動や共作アルバムは時代を経ても色褪せることはありません。いかがでしたか？今回は陽子さんの配偶者と現在についてご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。